はいどうも皆さんこんにちは、ピンプロです。今回は仁王装備の重さですね。こちらの合計重量に応じてベースの火力ですね、こちらの方が変わってきますので、そちらについて紹介していきたいと思います。でまずは大鎧系ですね。こちらで基礎であるだいたい30オーバーの総重量ですね。こちらでまずは殴っていきましょう。でまず今回攻撃系のオプションは何もつけていない状態で、分かりやすくするために5と武ですね、重さに関係のある数値だけ振ってあります。そして武器や守護霊がない状態ですね。でなおかつスキルも何も取っていませんので、ただ防具が変わっていて重さが違うだけですね。この状態でまず殴っていきましょう。はい、というわけでまずは1003ダメージですね。正面から殴って1003ダメージです。はい、それでは次は中鎧の 15.5 ですね。こちらの方も先ほどと同じ武器で何のオプションもついていません。それでは殴りましょう。こちらの方正面からのダメージで1000と52ですね。はい、それでは軽鎧の装備重量 7.1 ですね。こちらの方もオプションはついていなくて、また同じ武器ですね、こちらで殴っていきましょう。はい、1172ですね。それでは重さの方を増やしたらどうなるんだということで、重さ 40.5 ですね。こちらで敏捷を 70% 超えにしたんですが、これで敏捷値に応じて変わっているわけではないということを確認しましょう。はい、というわけで最初と同じ大鎧の1003ダメージですね。さて、というわけで装備の重さですね、こちらの合計重量を軽くすれば軽くするほどベースのダメージ自体が上がっているのが確認できたと思います。で基本重さが30以上付近ですね。こちらで頭打ちになって敏捷値が70以下の時と70オーバーの時ですね、こちらでもダメージは変わりませんので、装備の重さの合計値ですね、こちらに応じてベースの火力が変わっています。ですので基本30付近の大鎧から下げれば下げるほど火力の方が上がっていったのが確認できると思います。では分かりやすく真っ裸で殴っていきましょう。さていきましょう。さあ、というわけで1244ですね。はい、ということで装備の重さですね、こちらの装備の重さの合計重量によってベース火力が変わっているのが確認できたと思います。で基本30超え付近の大鎧系ですね、こちらからさらに積んで40弱まで上げて、素早さの方の敏捷さですね、こちらの方も 70% オーバーにしても1003ダメージは変わらないということで、基本的に大鎧の頭打ちの数字ですね、その今回出した1003をベースとしまして、軽くすれば軽くするほどですね、特に装備重量の合計値が10以下付近になってくると約 15% 以上ですね。今回であれば 7.1 で約 17% ですね。で真っ裸の状態で 24% と、軽くすれば軽くするほどベースの火力自体が上がっていきます。今回のように何の装備オプションもつけずに、重さに応じて系や武器の方ですね、こちらの方にも何もついていない状態で確認してもらったと思うのですが、これで軽くすれば軽くするほど基礎のベースダメージですね、こちらが上がっているということの解説になりました。